持ってけ持ってけ持ってけ、そいつそいつ、そう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 、おい、いい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 これはやばい、まずいまずい、下に行こう、下下下、うまい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 、エーゼニーお願い、やばすぎ、やばすぎ。もう一回やらしてちゃんと。あ、なんかちょっとセリフしたい。拾ってそうだな。セリフしたいよ。あ、さあ、思いのほか議論村になってきましたね。いいんじゃないですか。ああそうだね。4人になってしまいましたね。ライボです。宿舎に湧いてエンジンまで行ったところではっと気づき戻って押したんですけど、宿舎に湧いたのに金庫にタスクをやりに行ったやつがいたんですよ。ボタンも押さずに。僕ですか、僕です、覚えてないから。ちょっと心象悪いかなって。まあまあそういう風に言われても、まあでもクルーメイトならタスクこなしてね、なんぼみたいな勝利っていうところもね、あの、そうですね、持っていきますから。初手からなんかすごく言われて心象悪いです。今回僕指定します。立て直しを貨物から一緒に行動してください。ミュートになってた、最悪ね。えまさかのミュートだった。よし、直すよ。八山直してる、ナウです。ナイスナイスナイス、はい、ありがとうございます。ナイス、三は白です。あー、ナイス。いや、ボタン意識高いね。素敵よ、いいですよ、素晴らしい、うん、今、ポンズ野郎と話をしてたんですが、僕の目の前で今からリアクターを鳴らします。カチッって言った瞬間にリアクター鳴りました。そんな口から出まかせ、この村のみんなに通じるわけがないだろ。でも実際リアクター鳴りましたよね。リアクターが鳴ったことはみんな知っているはずです。そんなこと一言も言っていません。完全対抗だと言いたいところですが、言いました。言ったんだ。意見がフラフラしてるな。だいぶそしてだいぶフラフラしてる。恐ろしいことにその瞬間リアクターが鳴ったんです。なるほど。まあじゃあそんな言い訳が通用するわけないだろう。誰か聞いてたんじゃないですか。ちょっと離れたとこに。場所はどこですか。貨物、貨物です。貨物いた人いますか。なるほどね。リンゴさんと私とリーフさんは宿舎にいるので聞こえません。真っ白です。リアクターの押しました。私がボタンを押したわ。そしてちょっと今の議論を聞いてて、まあ、ポンズがもし黒だった場合、タスク船渡したリンゴさんも LINE あるかなって思ってます。以上です。今のは白稼ぎをしに来たハッちゃんって感じがするかな。なんか異常ですって言い方が黒かったです。いや、まあどう考えてもポンズが圧倒的に怪しいっていうみんなの見解だと思うんですけど、それに唯一ね、第三者が絡んでポンズは黒くないんじゃないっていう助け船を渡したんじゃないかなと思いました。以上です。みんなの見解というのは誰が決めたんですか。これが見解です。これが見解でございます。うん、リンゴさん切ってみましょうか。これシリですか。もしかしたらまたシリ、シリさんですか。で、リンゴさん、そう、リンゴさんが切れなかったら、まあそれこそ、ポンズ白の可能性も出てくるし、盤面進むと思うので、ちょっとリンゴさん一発ちょっといきますね。いいですか。いや、ダメダメダメ、もったいないもったいない。これ、これと、あーあーそう、どうしてた。俺だよ。マジどうしてんだよ。セリフでリンゴをやばいです。切って自爆しました。うわ、チャゲっぽい。うわ、私を止めたんです。まあでもいいか、この私が。チャゲさんが、ポンズ、お前真逆ですよ、皆さん。あなたは何も見抜けなかった。ちなみにですよ、チャゲさんは一つも嘘ついてません。そうです。超レア盤面やん。僕が言ってチャゲさんが発動させた、それだけです。タコチャゲさんが、ルーフさんが黒落とした時に、確かに、ね、堂々としてた。すごいことあるかよ。現場に駆けつけたんですけれども、倒れてるジジイを3人が見とってる図やった。ジジイって言うな。どうしますか、リンゴさん。そう、支援で選んでもいいですからね。支援、支援。支援があるの伊豆さんしかいないんで。僕メイヤーです。僕メイヤーです。メイヤーだ。そう、奇跡的に響きが落ちてる。リンゴさんに入れました。リンゴさんに5、6、7、8、メイヤーだ。伊豆さん殺してるのぜ。やっちまえよ。なんだこの今日。あ、あ、逃げろ。うわ。戻ってあげればよかったな。ごめん。
死んじゃったね。あ、九死にしようか。おしおかやられた。波動砲でおしおさんが死にました。どこですか、撃たれたの。右からで昇降機のど真ん中、ど真ん中じゃないか、ちょっと下ぐらい。おしおさん右側のリアクター直してました。ハテナと左直してました。ってなるとひさめよリーフソンじゃん。いやちょっと待って、いやでも俺下で下にいて、俺今セキュリティルームにいるんだよね。怪しいじゃん。ごめん、浮いてはいるんだけど、でも俺じゃねえのよ。いや全然怪しいじゃん。リーフさんしかいなくない。いや分からない、だって伊豆さんも浮いてたんでしょ。名誉だもんだって。名誉だし、だって名誉の証拠ないじゃん。さっき言うとじゃねえだもん。伊豆さんに2票切りましたよ僕。それ多分みんなまやかしだよ。まやかしー、まやかしー。もう1回、もう1回だけチャンスもらえないか。ダメです。チャンス出なかったもん。波動砲だって浮気詰められてる人なんよもう。さあ許されず。マジでおもろいな今の。スキップ兄ちゃんのペテンシもいますね。ドランしか残ってね。いやリーフさん、もうあの、はい、言い訳が浮気バレたそれなんよもう。もうそれはそうだろうな。さあ唯一の男性椅子。いやそれは絶対ない。本当だ。ちなみにペンギンですか、残ってるの。さすがに撃たれないから、うん、いいですね。私役職あります。おリンゴさんは隠し色なのか。まさかここで隠し裏ができるとはな。ハテナなんだよね。見たしめさんハテナになっちゃうかな。とりあえずハテナじゃなかったらもう乗っ取り合うしかない。これは完全にガチ村の考察になっちゃうんですけど、ハテナちゃんは白いんです。どこがガチ村の考察なんだよ。詳細がないのにガチ村ではないのよそれは。超ざっくりガチ村って言っときゃいい。いいね、ガチ村の考察だから。おいリンゴ、適当なこと言いやがって。誰でもいいぞ、誰でもいいぞ、誰でもいいぞ。持ってけ持ってけ持ってけ。ほらほらほら下に。そいつそいつ、そうおい、いい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 いまずいまずい。下行こう、下下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 昇降機右を食べる。この絵の連打。一緒にメインまで行って。で、ハテナがパタパタで行って治ったんでパタパタで左に戻ったんですけど、ハテナ視点はランちゃんが黒いからリンゴさんやられるかなと思って戻ったんですよ。リンゴさんから白出るかだよね。下がって、そうね。ランちゃん出るのだよね。あの面見たらメインホールに参考ボタン。しらこい。かわいい。アーカイブのどの辺ですか？アーカイブのあの下あたり。あの下、あの下はまずい。あの下じゃない、かの上の方って言ったらよかったの上。かの上、かの上。あの下で光るんだよね、多分ね、ギリギリ。おかしいなと思ったのがあって、ランちゃんアーカイブからじゃなくてメインの左くらいから来なかった。いや、直すって来てない。おリンゴさん目線、溝取らんが白くなっているかも。やばいね、髪切るだ。できなさそうですよ、私目線。あの下だとできなさそうだよな。エンジン脇でシャワー行って除染してる時にやったんだけど、これこっちやで。そしたら、うん、停電？停電だわ。え、でも、あ、これ賢者ですよね。賢者です。跳ね返したら私ちょっと乗っ取れてない限りだけないよな、乗っ取り無理だよ、ね、あのキル通しはセルフキルしかないよ。そう、ハテナがここわざわざ右で2人いるの分かってる状況で、リンゴさん切られてたよな、セリフで右戻ってハテナの発言を待って、昇降機右に入れるかのように。いいぞいいぞ、ちょっと聞こえなくさせようという。ちょっとランちゃんかな。マジ？どうなるこれ？え、どうなる？ああ、もうやばすぎ！神展開です。外これリンゴさん囲えたぞついに。そう。囲えましたよついに外さん。切るとこ間違えんなよ。京子さん切れれば激アツじゃないですかこれかなり。やばいね。賢者を切れれば激アツかもしれないこれ。ハテナと対抗になるしかないよねこれね。なったら熱い。マジで熱い。ああ。そうすれば。ああ、これは。これは。ああさあ、ここからバトル始まりますよ、ここから。でもいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、これはキャット、これは最高のバトルが、最高のさあ、ファッション勝負だ。どうなるか、ファッション勝負、最高の場面だ。強すぎる。スタート。
これは強い。停電直しに行こうと思って宿舎エンジン武器庫って言ったら、武器庫のもど真ん中でランちゃんが京子のことを捕まえてて、でそのままヒル、いいぞ、通報ちゃいます。普通に武器庫にタスクしに行ったら、ハテナがピシッてやってました。やられます。リンゴさん頭抱える。何セリフ通報されちゃった。これハテナだったらリンゴさんキルしに行くと思いません？リンゴさんそこにいてミーティングにリンゴさんいるの分かってて、まあね、通報されちゃうじゃないですか。これはハテナちゃんいつの間にミーティングから降りたんですか？登ってない。リンゴさんが怯えてたから追っかけたら怖がるだろうなと思って登らなくて、ただペンギンだから残りがあんまり離れすぎると死体発見してもらえないと思って下にいたんすけど、停電になったから直しに行かないとボタン押せないしと思って行ったら、ちょうどランちゃんが京子掴んでた。1個前の話しろ、ミサトラン。メインで湧いて、あ、じゃあエンジンで湧いて、左行って、ぶつこ入ったら、京子ちゃんが、キャー、助けて、あー、まずい。これ大丈夫か、これ。これまずい。最近戦で湧いて、結構ちょっと時間経ってから。してから行って。ちょっとクルーなのに、もう、インポスター応援するじゃない。これで、ほんとに話しろ、ぶつこ入ったな。いや、でもさっきの完全に、完全にあれですよ。リンゴさんの後ろにランちゃんがいたんだったら、髪切るでした。一個前の話しろ、ミサトラ。私、お前のハテナがどうだろう、これ。ボタン押そうとした瞬間に停電になったんですよ。わあ、なるほど。ボタン押そうとしてたことを知ってるのはハテナちゃんかなって。なるほど。やばい。お、これはやばいぞこれ。嬉しい。え、どう言ったらいいんだこれ。持ってないし、停電にいい。お願い。これ無理ぞ。これ無理ぞ。やばすぎ。これはすげえ。大逆転。これやばいぞマジで。一番熱いパターンだったね、でもね、これね。すごいね、これ。すごいね。やっぱペンタ使ってたよね。ビサトランやべえ、これは。これはすげえ。やばい、大逆転。素晴らしい。神試合だ、これ。なんかやっぱペンタ使ったよね。いつキルしたの？うん、右の。すべて計算のうち。天上天月なく花火かな、どこしへと刹那の